ターニングポイントものづくり編、皆様いかがでしたでしょうか。岐阜県内の中小企業はものづくり立国を支える屋台骨として、世界で競争力を誇る工業製品の部品加工の分野で大いに活躍してきました。量産工場の多くが海外に移転し、求められる役割が変わってきた今、培った技術を武器に新たな一歩を踏み出す勇気が求められています。今ある設備、今ある技術、今ある人材から今まず何ができるかを考えて、より付加価値の高い商品を自ら作り出していく決断をしましょう。そのためにはピンチをチャンスに変える発想の転換が必要です。そして自社に足りない要素については他社との連携で補いましょう。あなたが目指す成功への分岐点はきっともうすぐ目の前にあるはずです。